よろしくどうぞ。庭に咲く花々、やっぱ癒されますよね。麗しきかな。合理的にありえないでも味わい深さがにじみ出ているイケメン俳優松下洸平、そのチャームに共演女優も魅了されているようです。お願いします。共演している美女優の天海祐希、彼女曰く撮影現場の雰囲気は明るい雰囲気か問われ、だいたい考えてみて、イケメンがスタジオにいるだけでどんだけ盛り上がるかねえ。ちょっと着替えてこようもんならフォー、少々興奮気味のご様子でしたが、天海さん会見でもハンサムなので見ていて幸せになりますよね。確かに。さらにチャームポイントなんかも聞かれましてね、ここが柔らかいと左のほっぺたをつねる松下洸平。ってことは触らせてるってことですかと天海祐希。誰誰となりましてね、まあ確かに気になります。松下洸平のほっぺたを触った人、どうやら女優さんらしいんですが、最愛で共演した吉高由里子かとも思ったんですが、去年ドラマでねそういうシーンがあって、共演者の方にブヨブヨだねってプニプニしてると。彼と昨年共演していた女優となりますと、やんごとなき一族、土屋太鳳、とても良かったですね。麗しすぎました。イケメン美女ほっぺに焦がれましたけれども、当チャンネル的にほっぺたと言いますと上白石もね、彼女も忘れられませんね。記事や動画やらせていただいたんですが、松下氏とは NHK 共演なんかもね思い出されたりするんですけど、ちょっとこの辺関連記事や動画などもご覧いただきたいんですが、最後に動画貼ってあったりもしますので。佐藤健と胸キュンの傑作、恋は続くよどこまでも、こいつで佐藤氏が上白石さんのほっぺをむぎゅーっとするような場面もとても印象的でしたね。そんな彼女のほっぺたについて健氏はムニムニしとるなんてね、こうね、頬をむぎゅっとするくだりは胸キュンだったんですけど、触りたくなるほっぺ、触りたいなんてねおっしゃってました。麗しいほっぺ焦がれました。ありがとうございました。最後に貼ってある動画など関連記事などもぜひご覧いただきたいと存じます。よろしくお願いします。失礼します。